が提供する翻訳サイトでテキストもしくはウェブページ全体を多言語に翻訳するサービスである。文章の言語識別や入力した文字を即座に反映させるリアルタイム翻訳、音声入力機能を持つ。バベルフィッシュ、AOL、ヤフーなど内部でサイストランを用いる他の翻訳サービスと異なり統計的機械翻訳による 独自の翻訳エンジンを用いる。Google の翻訳エンジンは、国際連合の文書類による200億程度の語から、なるコーパスを用い、原文と国連の翻訳者による翻訳文を相互に探索して、類型を抽出して翻訳エキスパートシステムを作成した。Chrome ブラウザに統合されており、外国語のウェブサイト全体を自動翻訳する機能を備える。 現在は、すべての言語同士で翻訳可能だが、全言語で直接翻訳は行わず、英語などを介して重訳される場合が多い。このため、指定言語と異なる英語などのテキストを入力しても、翻訳される。語彙力に優れるが、番組名や専門用語など特異的語句に語訳が散見し、長文で精度の低下が見られる。2016年に翻訳アルゴリズムが、 ニューラルネットワークを使用したものに変更され、翻訳の精度が向上した。従来のアルゴリズムとは異なり、文を、文ごとではなく、全体として扱うため、より正確な訳語の候補を表す。2018年11月、Web 上で動作する Google 翻訳の UI が、マテリアルデザインに刷新される。2019年1月9日に Google 翻訳が、 ウィキペディアでのコンテンツ翻訳で利用できることを、非営利団体、ウィキメディアファンデーションが発表した。Google とウィキメディアファンデーションの双方の合意のもとで、無償で利用することができる。モバイル用途に、Android と iOS を対象として提供している。音声入力、多言語翻訳、リアルタイム翻訳など、Web 版と同様な基本機能に、 モバイル向けの機能が追加されている。Bing 翻訳と比較して Google 翻訳は5つの入力方法を全て備えているためスマートな翻訳システムとみなされています。データを入力するための基本的な方法。ありがとうございます。